FTTH 用 o の一例。B フレッツハイパーファミリータイプ光電話対応型 ON。B フレッツハイパーファミリータイプ用オヌ高回線集団装置は、光通信ネットワークの集団に設置され、高信号、電気信号間の変換と、光信号の多重、分離をするデータ回線集団装置である。俗に光モデムと呼ばれることがあるが、 モデムは通信のアナログデジタルの変換を行い、オヌでは光デジタルの信号変換を行うことから異なるものとされる。光通信を行うには事業者側と加入者側の双方に対になった集団装置が必要である。加入者側では光ネットワークユニットを使う。加入者側について話していることが明らかな場合には公開線集団装置とオヌを 同義語のように使うことが多い。事業者側では SLT またはオルトを使う。ただし、日本では NTT グループや電力系通信事業者など多くの事業者においてオヌと呼んだ場合は1新式の装置を指す。2新式の装置については加入者回線集団装置と呼びオヌと区別している。加入者側の光回線集団装置。基本的に SLT と o n がタイとなって独占的な通信路を形成する。機能は前述の通り、光電気信号との変換であり、文字通り集団装置である。現在利用されている o n の大多数は、盆用の装置である。以下は IEE802.3R で規定されているものについて記す。基本的機能においては、IEEE、e、の定めに従い o n は互換性を有する。 実際には、オムメッセージによるファームウェアアップデートや SLA 設定情報等の交換が必要になるため、オルトとオヌは一つのメーカーによるタイになったセットが用いられる。オルトから来る信号は自分割り多重で複数のオヌに送られる。個別のオヌごとに暗号化キーを変えることにより、他のオヌ宛てのパケットを盗み取ることができないようになっていることが一般的である。 そしてオヌはルータ等からパケットを受信した場合、オルトに要求を出し、パケット喪失のための時間をスケジュールしてもらう。そして他のオヌのパケットと衝突することなく、オルトへパケットを送ることができる。さらにオヌは認証機能を有しており、勝手にオヌを光ネットワークにつなげても通信ができないように配慮されている。その認証は MAC アドレス認証。 もしくはラジアスによる認証が行われる。さらに外部に接続されるルータに対しても認証をオルトに行わせるための機構を備えるものもある。電気通信事業者側の光、回線集団装置である。オノとタイとなる。ISDN の一時群速度インターフェースなどで使われる公開線集団装置のうち、ニシンのものを言う。電気通信事業者側の加入者線集団装置である。 出すと、タイとなる。ありがとうございます。